こんにちは。オスオス。スーパーロボット対戦30縛りプレイ、やっていきます。縛り内容はスーパーエキスパートプラス、改造、精神コマンド、パイロット養成に一部の縛りなどなど。詳細は概要欄を確認するか、シャープゼロの動画をご覧ください。ということで前回あららと宙域に赴き、マジェスティックプリンスの面々と合流しました。宇宙ルートを選んだ要因その1とも言えるこの5人との合流。今後を乗り切れるかどうか、割とここにかかってます。ということで早速エオスアップデートとパイロット養成をしています。エオスアップデートはまず何よりもラボの人材運用研究。3段階目のマニュアル EXP を取得するまで、ここにぶっ破していきます。そしてパイロット養成。まずは各面々に底力をプラスにしていきます。そして攻撃面は優秀だけど、装甲とかの関係で被弾が怖いウッソには援護攻撃。硬さと撃墜数森のために玉木に援護攻撃と援護防御。効率よくダメージを与えるために三つ葉に援護攻撃。そして全部一人で何とかしてもらうために、イズルの見切りを EX に上げ、気力プラスディフェンスもつけることで気力を上げやすくしておきます。スーパーエキスパートプラスでは敵の攻撃は基本避けられないので、みんな底力前提です。イズルといえばしょっちゅう漫画を描いてますが、あまり絵が上手くないというお話。なお会見の際に漫画を見せたら、流れてきたコメントで微妙なうまさと言われてたあたり。ものすごい下手くそっていうわけでもなさそうではある。まあでもエッジ曰く子供の落書きだそうなので、やばそうである。なお一番ひどいのは玉木と K なのは言うまでもない。宇宙世紀のヒロインに必要な素養。密航。ベルナデットといい、シャクティといい、なんでこいつらいつもすぐ密航するんだ。誰も使ってなかったらしいですが、思いっきりシャクティとスージーがいました。よく宇宙に投げ飛ばされただけで済んだなこいつら。ということでシュラク隊です。最近某ゲームにてエス覚醒前特写5連発で、シュラク隊を爆発させまくりネタ化してきている純子さんです。どう見ても純子さんの指示で特攻させてるようにしか見えない。純子さんが死亡した後に出てきたフラニーとミリエラ用のセリフまであるのはビビった。ということでシナリオスタート。敵はザンスカール、こちらはシュラク隊から純子さんとコニーのガンブラスター。そしてマーベットさんの V ダッシュヘキサです。ヘキサって G ジェネのせいでガトリング持っているイメージが勝手についてた。民間人の作るモビルスーツなど、こいつはしびれるぞ。ザンスカールの好きにはさせない。ザンスカールが相手ならこれで落とす。
も好きにやられるとは。ちなみにマーベットさんですが、だいぶ前から CV が代役に変わっています。2007年には変わってたみたいですが、V ガンは全くスパロボに参戦することなかったので。こいつはしびれるぞ。狙いが甘くて助かるよ。恐怖政治なんてやる連中は落ちだよ。そんな攻撃が。ということで、まさかのコニーパイロット化です。純子さんとコニーのみがパイロットとして登場。残りの面々は武装で登場します。ヘレンすら生きているので、みんな無事に生存しているみたいです。ザンスカールは徹底的に叩くよ。好きにはさせないよ。ひがみりつやめ、ここまでだとは。見つけたぞ、ガンダムもどき。こいつはしびれるぞ。やられるわけにはいかないんだよ。ところでこのガンブラスター、なんでビームバズーカないんですか。2連装マルチランチャーがないのはまあいいとして、ビームバズーカは欲しかった。おかげで射程が長い武器が何もないという、突っ込んで戦えということでしょうか。そのうちシュラク隊一人ぐらい減ってそうだ。何か来るの前に急に行きます。動かされたことに反応してくれ。一瞬何が起こったかわからんかった。出撃位置の邪魔にはなってなさそうに見えるんですけどね。まあ頼るがるようみたいなところあるしな。大体のパイロットはこういう風に思うもんなんですよね。すぐに適応する嘘とかがちょっとアレなだけで。ということで味方増援。初期配置の味方で落としてもしょうがなかったので、敵はミリにして残してあります。ウッソとかで落として撃墜数を稼ぎましょう。スタールが引かないと言うなら、これで。俺はまだ。この辺までは敵を落とすのが非常に楽なので、撃墜数を簡単に漏れるいい機会。育成しているキャラとか改造しようとしてる機体で、だいたい今後使っていきそうな機体はわかると思う。ゲームセンターでピーチクパーチクしてすみませんでした。だって純子さんガンイージ5体突撃爆発は笑わないの無理だって。ということで敵増援、クロノクルのコンティオです。初めて出てきたネームドパイロット、なんかスキル枠がぎっしり埋まってました。ただし最近のスパロボあるあるで、武装はだいぶ少なくなってます。ビームライフルとショットクローのみ。ゾロアットもそんな感じでしたね。やっぱり純子さんは姉御派だ。エマさんしかりそういう人が生きられないのはわかるけど、V ガンなんでみんな行きます。来たね、ザンスカール。数の上ではこちらが有利だ。ペギー、接近戦だよ。
くらいな。落ちりゃいいんだよ。最後は一斉に。直撃とまではいかないが、噂の主楽隊とやらか。こいつはしびれるぞ。素直すぎるね、あんたは。まさかの純子さんカットインである。正直言ってこれは予想してなかった。スパロボ30舐めてた。そしてパイロット化してないペギーやマヘリアにもセリフがある。なおコニーのガンブラスターにも同様の武装があり、みんなそっちでも喋ってくれます。確かアルファとかだと全員スポット参戦とかだった気がするのにな。一応新スパや第二次 G では出番が多めなので、それについて優遇されてるとも言えるかもしれない。そもそも V ガンダムのスパロボ参戦回数が少ないとかそういうのは言ってはいけない。アルファガイデンなんてカテジナさんが未来で記憶なくしただけですからね。その目つきがいやらしいんだよ。私たちの連携を見せるよ。こっちで気をそらす。やらせるか。もらった。タイミングを合わせて。ギガミーティアメ、ここまでだとは。ギガミーティアは目障りなんだよ。パイロットには死んでもらう。え、パイロットには死んでもらうって、もしかしてそういうこと？感動的な姿だ。機体はそのままパイロットには死んでもらう。系統。みんなのトラウマ。おい、2作品連続でムービー化するんじゃない G ジェネよ。気になる人はマスドライバーガンイージで調べてみましょう。なおこれが V ガンダムだということをお忘れなく。ケイトの叫び声が悲痛すぎてな。ガンダム伝説を復活させる機体など落ちろ。人思いに落としてやる。子供だと思って舐めるな。猫の目か、キツネ目なんか。距離を取ったって当たり。敵ながら恐れいる。ということでクロノクルです。ニュータイプであり底力を持ってるのでそこそこ面倒。とりあえずまずは分析をかけておきます。分析は対象へのダメージを 1.1 倍し、その敵から受けるダメージを 0.9 倍にしてくれます。火ダメを下げて余ダメを上げる大事な精神コマンドです。今後も多用するでしょうね。ということでうっそで落とそうとしたんですが、命中率がちょっと微妙なので、ここはサポートのメイビー主任を使います。効果は必中。戦うしかないじゃないか。威力はライフル以上なんだ。しまった。クロノクルを無事に撃墜。まだまだハードモードなので、ネイムドといっても全然強くないです。さて、先ほど使ったサポートについて少し解説。サポートというのは、所定の SSP というポイントを使い、様々な効果が得られるシステム。さっきのメイビー主任の必中だったり、効果は様々です。SSP は初期状態だと毎ターン後ずつ回復します。時間をかければ再度使用可能って感じですね。なお使用する他にもサポーターにはパッシブ効果、つけているだけで効果が発動するものもあるので、
何が有用か、何がいらないかなどを判断して付け替えていくのも大事です。とか言ってたら敵全滅。リーンフォースも戻ってきて合流です。そういえば宇宙に放り投げられてたわ。ザンスカールの部隊が回収したようには見えなかったんですけどね。ゴメス隊はもともとは連邦の人。もともとはやる気のない系の人でしたが、リガミリティアに感化されていって最終的には超かっこいい人になりました。V ガンで非常にわかりにくいものその1、神社花む。影武者っていう扱いだったりすることもありますが、要するに子としての名前じゃなくて団体の名士としての名前。真の神社花むがちょっとアレなので、結局この人が一番かっこいいっていうね。ということで主楽隊に勧誘されました。その部隊に入るってことはそういうことだぞ玉木。誰か一人でも生きて帰ってくれ、頼むから。エッジのキャラ付けは割とこういう人です。さすらいの風来坊とは一体何だったのか。シャクティが放り出されました。まあ密航する方もする方だけど、赤ちゃん連れた密航者になぜ気づかないって感じはするよね。まあこれファラが受けた宇宙漂流系とほぼ同じようなもんですからね。宇宙漂流すること多すぎなんですよ V ガンダム。オデロたちはまだ仲間にはならず、リーンフォースと一緒に行くみたいです。仲間になっても大した戦力にはならないので別にいいんですけどね。ということでクリアです。まだハードモード扱いで敵が弱いので、サクサクです。なお次のステージでこの楽々ゲームは終わりの模様。ということで今回はここまで。チャンネル登録や動画の高評価。Twitter のフォローなんかしていただけると泣いて喜びます。それでは、ご視聴ありがとうございました。主楽隊、天候を取るよ。生存確認を兼ねて各自報告を。ペギーリー、健在。マヘリアとケイトも生きてる。コニー・フランシス、問題なし。ヘレンも無事だよ。ユカ・バイラス、ちゃんと生き残ってる。フランチェスカ・オハラ、ミレーラ・カタン、二人とも大丈夫だよ。よし、9人全員いるね。主楽隊、誰一人欠けることなく戦い抜くよ。